Yeah.
ボトリということで、もうあの鳥だとですね、もうみんななんかお酒が入ってまして、あの真っ赤な感じで頑張っています。1曲目は あれ実はアニソンだったんですけど、分かりましたか？アニソンらしくない、あのかなり重めのアニソン、ジョイントっていう曲なんですけど、2曲目の今やった曲はあの山田さんのオリジナルで、山ちゃん、大学時代かなんかに作ったやつですか？記憶にないんですけどね。曲名もよくわかんないっていうということです。最後までよろしくお願いします。曲順も忘れて、スパークス、どうしてる人がいますか？じゃあ、あのハワイの波のスパークス、we'll be right back.
の蜃気楼という曲は、田原さんのオリジナルの曲です。もうあのいじめですね、キーが高くてね。ほとんどいじめです。歌詞は歌詞、歌詞は歌詞、歌詞は田原さん。ではあのちょっとかなりマニアックな歌詞だったのであのだいぶ変えたんですけれど、もうちょっと普段使わないようなもう漢字で書いてあって読めないというようなあのごめんなさい、読めないんです、読めないっていう。はい、あと2曲です。最後でお願いします。ちょっと待ってっていう。
じゃあもう最後ね。